はようございます。釣り子 TV です。これね、フォローのフォロースティック 3.2 インチ、これはね、最初の頃に出たノンソルトっていうことでクリアピンクカラーね、これをね買ってきてみましたよ。こんなねパッケージで、フォローっちゃなんぞやっていうと、あのJB トップ50でもですね、めちゃくちゃ活躍していた五十嵐誠プロが、立ち上げたブランドですね。そこの、まあ、第1弾ワーム、ツモラバとかね、どんどん展開されておりますけど、まず基本の木ということで、第1弾で出たね、このね、フォロースティック、これを見ていきたいと思います。こんな感じのね、ブリスターパッケージに入っていて、ね、早速、開けていきたいと思います。はい、こんな感じ。ノンソルトなんで非常に透明の綺麗なワームですけども、あーちょっと、あっ、 V テールでここにピリリとして、で、ね、結構針がありますね。もうちょっとクニャーンってなるのかなと思ったんですけども、ここら辺がハンドフォワードではなくて、多分ね肩から出したワームのはずなんで、小さいながらもプリッとしたね持ち心地があります。こんな感じのワームね、これでまあ後リコで多分ね、スモールマウスバスとかを狙うためにね、特化したワームっていうことでまずは出てきたんだと思うんですけども、それでまあね、スモールの釣りなんか行った時用にクリアピンクっていうのを買ってみたんですが、水晶フックね、あ、フックのブランドもまあ指定のフックがありますね。ガマカツのセオライズなんかがいいよっていうことで、オフセットの WGL のシャープ4番もしくはマス張りのハンガー SW の L4番か6番がおすすめだよ。ノーシンカー、ダウンショット、ジグヘッドなんかで使ってくださいね、というような感じのことがシンプルに書いてありますけども、あーなんだろう、これはスモールマウスに効きそうなんじゃないんですかっていうところと、あとはね、ダムの釣りで結構これぐらいのやつがピリピリと逃げてるね姿をねよく見かける、それが変色されてる瞬間なんかにノーシンカーでシャ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 と走らしたら、これはね、一撃でバイトに持っていけるんじゃないかなと思ってね、ちょっとね、一パック買ってみようと思ってね、買ってきてみたんですけども、というわけで、ガマカツのセオライズの4番がいいよなんていう風に書いてあるんで、ちょうどね、これを使うのとは別件で、その針ね買ってきたんで、どんな針なのか見ていきたいと思います。はい、こちら水晶のフックなんですけども、これね書いてあるセオライズの WGL のシャープ4番っていうことで、繊細なフックなんですよね。水晶ラインなんかも 1.5 ポンドから8ポンド、まあちょっとねすごい細い糸なんかで運用してくださいねっていうのが書いてありますけども、このセオライズシリーズね、最初買い出してから非常に刺さりがいいなぁなんて思ってね、足しげくいろんなパンって揃えてるんですけども、何にしろこのナノスムースコートっていうね、ガマカツのフッ素コート技術の粋がね集められてるっていうことで、これをですね4番ね、ちょうどね推奨だっていうことで、こんな感じ。このねもう一個太軸のやつを使うことが多いんですけども、このフォロースティックに関しては、ライトが合うよっていうことで、これをですねリグるとバッチリだよっていうことみたいなんですよね。じゃあね、早速一本ねリグってみたいと思いますね。糸はついてないんですけども、真ん中から抜き刺して、あ、はい、こんな感じ。ちょうどセオライズの4番でリグると上にねこのちょっとした突起があって、そこに針先が隠れるよっていうね、こういう設計なんで4番推奨だよね、
で合い字引きとかで使うんで、この最初ねまっすぐ刺すのっていうのはね、ちょっと注意してねやんないといけないと思うんですけども、こんな感じで細い糸で、まあね飛ばして、でこれをどこで使いたいかっていうと、あのダムでね、亀山ダムライズしてるんですよね、ボイルしてる、とにかくね沖でこうパパパパパって魚追っかけてるんですけども、そこで投げるので、まあ一番最初ね流行り出しなんかだと、例えば小森プロが紹介していたフィアフィッシングのホローベリーとかね、 あとはエンジンのライクシリーズとか、そういったのをタイミングで入れ込んでピピピピってね走らせて食わせるっていう感じだとは思うんですけども、なかなかねやっぱみんなが同じようなワームを投げるんで、バスもね見切るようになってきてるんですよね、あれね。そこで、まあ、こういうちょっと味変じゃないですけども、違った感じの、ね、小型シルエットで性能の高そうなワームをいろいろ、あれでダメだったらこれもっていう感じでね、いろいろ投げてみたいなと思って、まあポイントとしてはこの繊細な V テールね、この繊細な V テールとここのピリリッとした動きと、あとはねこの独特な色合い、これすごい綺麗な感じなんで、まあ、ここら辺を合わせてボイルの一番ピークのいいタイミングでいいとこに入れたら一発で来るんじゃないかなと思ってね、買ってみました。あとはねまあ、こういうのをね猫リグで使ったりもよくするんですけども、こういう小型繊細なやつをさらに猫リグで繊細にネチ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 扱うとね、どうしても食わない時とかね、効くんじゃないかなっていうことで、何にしろねもうトップ50でもね結構ここぞっていうタイミングで優勝なんかをね重ねていた五十嵐プロが作り上げたこのねポロっていうメーカーね、そこの第一弾ワームなんで、これはあんまりそのね自信のないもの出してこないんじゃないかなと、もうね一発勝ちに絡めるようなね、今ねトップ50の方は休憩中ですけども、次また多分活動をね大会活動なんか開始した時に一気にね全力で戦えるように、こういうねワーム系とか、あとは地盤を固めているんだな、そういうもんねメイドインジャパンとかね、すごいね自信なんかも感じられるので、これをね試しに1本買ってみました。というわけでね、タイミングがあったらちょっと早速ですねここら辺のワーム投げ込んでみようかななんていうふうに思いますので、釣り動画の方でも実況の方でもね、なんかボイルのバスに合わせていくなんていうタイミングでここら辺投げる姿、見ていただけるかと思いますので、引き続きですねよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣りこう TV はですねこちら五十嵐誠プロが立ち上げたねフォローの第一弾だったワームですね。今はねもうこれのソルトインとかねスモラバなんかも動き出してますんでね、フォロースティック 3.2 インチのノンソルト、これをね買ってきてあげてみたいなって、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。